どうも。今回は1キルするたびに1つ絵を描くという超意味のわからない企画をやっていこうと思います。これ結構難しいんだよな。絶対1キルするたびに周り囲ってね、もう漁夫が来ようが1つ絵を描いてから行くから、ちょっと面白いことになりそうだな。お題とかはもうなしでも毎回毎回俺が芸術を作り出そうかと思います。おお、グラップラー出た。グラップラーが霞んでしまうアイテムも早速出た。当たり前にあるんだもんな、これ。ニワトリ1キル1つ、ニワトリ描いとくか。描くペイントで行います。こちらよし。ニワトリでトサカあったか。やっぱこんなゆっくり描いてたら対面中に描けないぞ。こんな感じかな、ニワトリ。よし、画数多かったな、ちょっと。まあお題なしで好きな絵描いてるから、早く絵が描きたいぞ。ジグ&ジョッピーさん、ヘピットボリッジさん倒しちゃいましたね。毎回5枚資材を使うな。よし、いい絵が描けた。いや、1キル目からいい絵ができたね。ありえないんじゃん。じゃあカラス聞かれ。聞からぬなら殺してしまうぞ、カララギス。えぐ。閉じ込めたじゃん。まあ光っても殺すんですけどね、ガラスは。はい。おお、いい絵描いたな、俺、これ。目ん玉飛び出る系で描いても面白いな、マジで。ほら。こうやったらめちゃくちゃふざけた絵になる。よし、2個目描くぞ。これセンスあんだよな、絵描く。次何描こうかな。相当活かしてないこれ。やばい、俺マジでセンスある。ねえ、これこちらの鉄壊さないと走り出さなくなったんだけど。これ次倒したスキンの絵描こうかな。ほうきってもうないの？一瞬で取り上げられたじゃん、ほうき。また光ってないガラスだよ。でボス倒してるやつもいるしな。ボス倒してるやつ倒して、お邪魔しまーす。ちょ、ラジス倒したって。ああ、メシックのサイドウェイで作ろうとしてたのか。ライフルのミニガンじゃなくてこのライフルの方で強いな。誰も使ってる人見ないんだけど。あ、キルしたんだったわ。え、今何のスキン倒した？センスありすぎだろ、この絵。ヒーロースキンだって気がする。急にセンスなくなったんだけど、ヒーロースキン描き始めた瞬間。いやー、センスあるな。やっぱ自分の思うように好きな絵を描く方がね、伸びるよね、芸術が。
おじいちゃん広げすぎでは。え、ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってな。俺絵描かなくちゃいけないんだ。いい感じ。もうこんな近くで再会しちゃった。なんでやん。さあ5枚目を描くぜ。5枚目何描こうかな。エリートエージェントだったよな、今倒したやつ。アンチとかまだ書き終えてないからな。ちょっと今エリートエージェント書いてるから、こいつやっとこうかな。あ、いやいや、よし、エリートエージェント書きました。センスありすぎ。やばい、倒しちゃったよ。書かないと。自分のエリートエージェントがうまそう。ブッシュの中がデッサンスポットだな、これ。よしよし。うわ、これ消すのもったいなくね。クソセンスあると思うんだけど。なんか怖いの書いたな。なんか怖いもん書いちゃった。どこ行くねん。やばい、あと7秒で描くぞ。帽子かぶった。こんな好きだったね、今倒したやつ俺は。間違いない。おいおい、ファイヤークラッチが一発ですよ。え、白かい。わあ、俺もう7枚も絵描いてんのか。イノシシ、豚の鳴き声なの。ちょ、待て、フォーカス待て、フォーカス待て。フォーカスがどんなスキンの見た目をしてるかを知りたい。お顔を見ててください。頭にターバンでも巻いてんのか。なんかお団子してる感じ、お団子してる感じの頭の顔にバッテンのついた鉢巻きをつけた、こんなやつ、こんなやつかな、フォーカスって。いや、うまいな俺、絵描く天才だわ。おサッカースキンだな。ラストは俺の代表作で締めましょう。以上、1キルするたびに1個絵を想像する動画でした。